はい、こんばんは。おいっす、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 おいっす。眠れない人たち向けに配信をちょっとだけやろうかなと。ちょっといろんなね、試験的なのも兼ねてやってますけども。こんばんは、ナルセです。お久しぶりです。あー、本当にね、お久しでもないか。どんくらいぶりだろう。これはもしかしたら3時間ぶりかもしれない。3時間前に皆さんとね、お話ししたところなんですけども、今日は、なるせ一人で放送しようかなと思ってます。さっきぶりでございますね。今日は、ずっと30分間ぐらいね喋れたらなと思ってます。いや本当に30分ぐらいですよ。で俺さ、マイク買ったって言ったじゃないですか。スーパー衝撃の事実、マイク、俺もしかしてあのマイク合わないかもしれない。今戻してる今までのマイクに戻してる今。いやもしかしたら合わないかもしれない。やばいかも。ちょっと微妙なんだよね。そう、今ちょっとねちょっと声がねあんって感じなんですけど、ちょっと歌を撮ってたんですけど、あんまりなんかあれって思って。そうなんですよ。でなんかそのマイクの配線をガチャガチャガチャって書いてやったら、なんかそのよくあるじゃんこれがいいと思ってこっちに変えて、でそれであ、これ微妙だなって思って元に戻したら、前のやつもなんか微妙だなって思っちゃう現象あるあるじゃないですか。なんかまあ部活だったらラケットとかさ、いやこれちょっと違うなっつって前のもやったら、いやちょっと微妙があるよな。いやその状況、そのあれが今あるんですよ。ちょっとどうしよう、どうしよう、マジでやばいんだけどあのマイクとこのマイクでとにかくやんないと。新しいの買ったらやばいって、マジで破産するよマジで。団長の思いで買ったんだからこのマイク。頑張るしかない。ショック。そう、大石さんとか使ってるマイクなんだけどね、すごい良かったんだけど俺は違うって感じあーって。寝落ちしていいですか。どうぞ寝てください。でも俺普通に発狂するから、たまにそれだけ気をつけてくれればなって感じです。マイクガチャ始めよう。一回いくらなんだよ、やばいだろマイクガチャ。いや、でももしかしたらそういうあれもあるかもしれない。一回1万円。なんと、中に30万のマイクも入ってる。で、2000円ぐらいのマイクを入れまくる。そんなもんだよ、本当に。なんかさ、ツタヤとかさ、なんか、ゲーム機とかのさ、ガチャガチャあったじゃん。あのガチャガチャのさ、あの、鍵を取るやつわかる？ UFO キャッチャーで。鍵を取って、隣にある、その、鍵のやつを開けたら、その DS とかがもらえるみたいなやつ。あれ、嘘らしいぞ。あれ嘘らしいじゃない、あれ確率らしいぞ。どうやっても一番上のところでボトンって落ちるじゃん。あれ確率らしい。なんかどんなうまくやっても無理らしい。あの確率機というか、その何回転以上、何百円、まあ、例えば3万って決めたら3万円以上、入ったら1回だけ作動するというか、ギュッて強く掴むようになってるっていうらしいっすよ。悲しい本当に。あれもそうですよね。すっごい大きいさ、ぬいぐるみとかがあって、でっけえぬいぐるみとかをさ、あの、ゴニャ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 っていうスティックで、あの3本、細い3本のやつでガシャって掴んで、ピューピューピュー、クチッ、ウィーンってやるパターンのやつ、でっけえぬいぐるみのやつ、あれもらしいです。最近ゲーセンなんて行ってないですけど、みんな最近ゲーセン、みんなゲーセンプリクラ以外のために行くことってあるん？ゲーセン。音ゲー。稀にあるクレーンゲーム。クレーンゲーム俺も一時期めっちゃ好きだった。すごい好きだったわ。音ゲーって何？音ゲーって今どんなのなの？太鼓の達人とダンスダンスレボリューションしか知らないんだけど、それ他にあります？え？それ以外ない？ダンスダンスレボリューションと音ゲー。マイ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 って何？調べていい？マイ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 デラックス、なにこれ。あー、この円のやつか、丸いやつだ。へえ。カクテル入ってるよ。 XYG の曲入ってるやつありますよ。え、それどんなのに入ってるんですか、知らないんだけどやばくないやばいでしょ、知らないのへえ、マイマイに入ってるんだ。へえ、無許可。いやそんなわけない
まあなんかやってくれてるんでしょう、そのどうぞって、そういうなんかちょっとめんどくさい権利関係のやつは人に任しちゃってるから。じゃあたくさんやってあげてください。無許可、無許可で、無許可でやってくれ。じゃあマイマイってなんだよ本当に。格ゲーしないの？しない。あ、でも鉄拳やってたかもしれない。なんかさ、よくさ、ゲームセンターってさ、あそこあるじゃん、なんか椅子に座ってやるゲームコーナーみたいな、なんかそのガンダムとか、うん、鉄拳とかストリートファイターとかある。俺あそこに寄りついたことないんだけど、あれ何？面白い？あれどうなんすか？金魚すくいみたいなのしかしたことない。あれはみんなやったことあるやつ。あそこさ、なんかあれだよね、なんか敷居があるよね。あそこ入るの敷居高いわマジで。クロートしか入っちゃダメだわ普通に。二郎ラーメンと同じ匂いがするわあそこマジで。入った瞬間にんって、君はこのアーケードコントローラーに慣れてるのかなみたいなこと言われそうだわ。え、持ってるって。家で持ってないなら入っちゃダメだよって。ルールがありそう。1人ワンプレイ 200円のものはワンプレイ、100円のものは2プレイまでみたいな。練習は5までとかありそうマジで。なんかゲーセンなんてさ、久しく行ってないからさ、ちょっと行きたいわ。ゲーセン特有のちょっとうるさい感じ。姉ちゃんパチンコとか行ったこ知ったりしたことあるの？俺ね、そのお兄ちゃんと一緒に一回だけ行ったことあるよ、ついてって。で、その1000円だけやったことある。1000円だけ。うん、1000円がなくなった。1000円がなくなってやめた。一生これは俺はもう無理だと思って。あとうるさい。なんであのパチンコ店ってうるさいの？それパチンコって18歳以上でしょ。めっちゃうるさいんだよな。でも知らない人多いと思うけど、なんかあのね、自動ドアが開くんだよ。あのね、ちょっとごめん、ちょっとうるさい人音量下げといて。あの自動ドアが2個あるんだよ。2個、1個開いて2個開くんだけど、音漏れがもうすでに自動ドアが2個閉まってる時から、うーん、聞こえんの、聞こえんので、1個開いてブル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 ってなるの。2個開いたらめちゃめちゃうるさいんだよ。耳ぶっ壊れる普通に。やばい。ブル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 みたいな。めっちゃうるさい。わわわわわって。ちょっと行ったことある人本当に笑ってもらえたら嬉しいわ。あのね、でもその言ったらさ、ゲーセンもさ、パチンコとかの半分ぐらいの音は出てるような気がしますよ。結構うるせえし、あいつら、あのゲームたち。全然わかんないです。ではパチンコとか行かないでいいしな。最悪趣味で行ってる人は面白いけど、行かなくていい。家でできるじゃん。なんかさ、アプリでもあるんだよ。なんかそのアプリでもできるの。アプリでやったらいいじゃん。それやばい。それダメなのか。みんな、俺もこう家族から口酸っぱく言われてたわ。あのギャンブルだけはハマっちゃダメよって。何もハマってないなって。でも人生がギャンブルだから、かっこいい。競艇競馬、あ、でもさ、一回だけやってみたさはある。競艇と競馬、なんかさ、それこそさ、あのゲームセンターで俺競馬のやつやってたの、ちょっとだけ。面白かったよ。パー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 ってやつやってたわ、ちょっとだけね。勝てないあれ。競馬やったことある。賭け事ってなんか楽しいんだろうな。よくわかんないけど、その感覚は。勝ったことある人にしかわかんないよね多分その感覚。これはわかんないわ多分。競馬って運なん？今は運なんじゃない？賭け麻雀楽しい。え、賭け麻雀は違法ですよ。捕まりますよあなた。賭け麻雀は違法ですよ。何をこんなツイキャスで危ないことを言ってるんですか。少しならいいんじゃない？いや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 、少しもダメですよ。賭け麻雀ダメ。花札やったことあります。いや、なんかその遊び大全でやったことあるけど意味わからなかった。よいよいとか、もいもいとかあったけど、ツイキャスみたいだな。こいこいな。こい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 。すいませんでした。失礼。バイトで大富豪かけながらやってる。それもね、いけないっすよ。なんでお前ら、なんでお前らその犯罪を普通に言うんだよ。やめろよ。
なんで犯罪者いるんだよ、よくねえよ。やっててもちょっと黙って、黙っててくれよマジで。やべえやつらしかいねえじゃねえか、ここ深夜になったらやばいやつが普通にひょこってこんにちはってくるからよくないんだよなマジで。まあまあでもね、そのダメだけど、まあでもその、まあ、ガチで言うとやってる人はいっぱいいると思う普通に。でその捕まる人たちはなんかその有名な人とかで見せしめで捕まえてると思う。政治家の人とかって捕まってたじゃん、そのあの麻雀とかでさ。それだよマジで。実際もう普通にみんなやってるでしょ。なんか俺まで小学生の時とかさ、そのババ抜きで負けたらなんかそのこのお菓子もらうとかそういうのやってたけどさ、それも厳密に言ったら良くないことじゃん。ダメなことをやっていこう。いや、やっちゃダメだよ。違うよ。ダメだよ。でも小学生だから時効です。何もやってないです。でも別にいいよ俺それで。もしこれでそれで捕まったらめっちゃ面白くない？って小学生の頃のチロルなんかお菓子で捕まったのって可愛いねっていいじゃん。歌い手成瀬、小学生の頃の賭博で逮捕。警察によると小学生の頃に、お菓子をかけていて捕まったと。チロル賭博いいね。国民全員捕まる、ほとんど捕まる。確かにみんなやったことある、あるでしょ。自称歌い手無職の男性、自称歌い手ダサすぎる。自称歌い手ダサくない？自称歌い手ダサいけど、それより自称ミュージシャンの方がダサいわマジで。自称ってつけてかっこいいものないだろう。なんかこいつこれって言ってんすけどみたいなことでしょ。つまりやばいでしょ。やばいでしょ。自称医者とかもさ、やばいでしょ。やばい。自称 YouTuber で逮捕されてる人いた。いやまあそれはもうしょうがない、自称 YouTuber で。歌い手ってさ、何？歌い手って今何人いるの？ちょっと本当に考えよう。今歌ニコニコ動画に動画投稿したりして歌い手って何人いるの？ちょっといっぱいいる？死ぬほどいる？本当にいる？本当にいる？じゃあここ3ヶ月でニコニコニコ動画に動画投稿した歌い手って呼ばれる人たち何人いるんだろうなマジで。最近新人さんが増えた。へえ、最近新人さん増えたんだ。新人歌い手キラキラしてて可愛いわ。歌い手グループも増えた。へえ、増えたんだ歌い手グループね。幅利かせたいわ歌い手グループに。俺も入ってういみたいな、あれだ、そのコミュニティを牛耳りたいわ。ういういやってるよやって、その全員年下でういういってやりたいわ。一番人気ないんでしょ。超惨めなやつね。ういういよ最近頑張ってるね、ナイス。一番人気ない。やばいやつ、恥ずかしいわ。なんかさ、うわなんかブーンって言った。あのさ、これさ永遠の課題なんだけどさ、例えばさお弁当買ってきて家で食べるとするじゃん。そのさ割り箸がついてくるじゃん。その割り箸って使ってる人いる？俺さ、あ割り箸、あ割り箸じゃない、これ間違った、爪楊枝、その中に入ってる爪楊枝まで使ってる人いる？いらなくない？あれ爪楊枝は使わない、使う。そのせいでさ、なんかさガンってやることできないじゃん、怖いじゃん、手にブスって刺さりそうで。だからさ、こうパカッと開ける。俺もあんまり好きじゃないな爪楊枝、木の味がするから。なんかその風邪ひいてるときにうどん頼んだんですよ。うどん頼んでうどん来て、あうどんだって。その時多分味覚が敏感だったのか分かんないけどさ、パクって食べたらさ、木の味がめっちゃして、もう一生マジで割り箸で食わんって思ったんだけど、前箸とか持ってかないといけないのかな。でもなんか逆に居酒屋とかのさ、なんかよくわかんねえ箸好きじゃねえしな。はぁ、手で食うか、手で食おう。
ナマステ、マジで。ガチでナマステになろう。それ以外ない、本当に。マジでナマステ。フォーク、スプーンは。あ、フォークとスプーンいいな。出かけるとき前箸持ってる。そんなやつもいるんだ。居酒屋さんのおしぼりも個包装がいいよな。なんかさ、ちょっとさ、これ、わかんない。みんなやったことあると思う。バイトしてる人なら。あのさ、こう、店員さんがさ、こちらおしぼりですって、あったかいおしぼりをさ、パカって広げてくれるパターンあるじゃん。丸まったおしぼりをパカーって広げて、はいって手で。いや、触ってるやん。って俺思うんだけど、これ、良くない？これ、良くない？これいや、手拭くやつもう触ってますやんって。いいんだけど、拭くよ、ちゃんと拭くんだけど、思う。あれ？あれ？って思う。消毒してるだろうけどな。え、そうなんだ。90% ちゃんと消毒して渡してくれてるんだよ。でも、めちゃくちゃ、キッチン、ホール、どっちも忙しいときに、はい、バタバタバタ、はい、こちらになります。こちらになります。こちらになります。あ、消毒してないかも。やばいかも。っていうパターンも考えられると思ったときに、触ったよな。違うんだよな。それ分かってないわ。触ってるやん。違う、俺するよ。するけど、一個思うだけ。触ってるねって。でも、お疲れ様って仕事。でも、だってそれ以外する方法ないんだもん。だってさ、もう俺みたいなやつがいたらさ、もうぐるぐるのやつをさ、こう、例えば3人だったらさ、1、2、3って山みたいにしてからさ、こう、トンって置いてくれる店もあるじゃん。そのパターンだとしても、俺みたいなやつは、いや、そこ置くとき触ったよな。っていうことになるのよ。だからもう、どうにもならない。すいませんでした。そうなんだよ。あ、いいコメントがありました。うるせえ客。いいコメントです。多分あれだな、そういうね、飲食系の仕事をやったことある人はマジでこいつうるせえんだけどって思ったろうな。俺もそういうことを、そういう仕事してた時はもう本当にうるせえって思う。黙ってやれって。私たちからすりゃどうだっていいんだよ、そんなことみたいな。おめえがただ食って帰りゃいいんだよって思うわ。俺もでも一応ここに俺のあれとして残しとくわ。触ったやんって。でも俺は、いや違う、なんかさ、露骨にそれ出してくるやつもいるじゃん。えみたいな、とかなんか、あー大丈夫ですみたいな。いや受け取るやん、そこはちゃんと受け取れよっていうとこあるじゃん。いらないっすみたいな。それちゃんと受け取るし、なんかありがとうございますみたいな、ちゃんと受け取る。心の中ですっと思うだけで触ったやんっていやなんかおもろおもろ、俺なんか触ったやんって思うのおもろ。神経質すぎだろマジで。無理だ普通に。トイレットペーパーの三角折りも同じでしたく欲しくない。トイレットペーパーの三角折りってあれ何？あ、清掃しましたよの合図だよね。なんかそういうなんかさ、あれの豆知識さ、あれ教え合おうぜ。なんかさ、デパートでさ、曲がなんか変な曲流れたら外雨降り出しますよみたいな合図とかあるじゃん。そういうなんかちょっとしたそこの仕事をしてる人じゃないとわかんないみたいな。そうなの。そうそうそう、外雨降り出しましたよの音楽があるところはある。であとその美容師さんとかでコン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 って、意味わかんないやつあるじゃん。両手テンテシコモン、両手をさ、神に祈るみたいな手して、なんかトン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 ってやるやつ、肩をバタンバタンバタンってマッサージみたいなので、あれもうすぐ終わりますよの意味もあるみたいなのを聞いたことあるよ。もうすぐ終わりますよってみんなに知らせてんだって、バチンバチンって音で。次はあれいらない、あれさ、なんもない。あとはない、あとない、あとみんなない。はい、貼った貼った貼った。マックのゴミ置き場めっちゃ臭い。知らねえよ。寿司屋なんかないの？あ、寿司屋か。寿司屋か。あー。回転寿司だと、表と裏で作業してる人がいて、表の人は全部握ってるんだけど、裏の人は、いや、内側でやってた店よね。裏でやってる人たちは全部自動車力みたいな。これどう？
これどうっすか？そう。で、区画ごとに決められてて、忙しい日とかは決まってて、これうちの店だけかもしれないけど、例えば店の中に、そのぐるぐるって待ってる中に立つ板前さんでも役割が決まっていて、握り担当の人と、軍艦担当の人がいるっていう。これ、微妙か。で、俺は軍艦の鬼だった。寿司屋の面接何聞かれる？寿司屋の面接はね、何聞かれただろう。高校の時だから分かんねえな。なんか、元気ですか？みたいなことじゃない。好きなお寿司は？って聞かれるかもしれない。で、バイトとかだとちょっとミスったふりして、ミスったのって食えないんだよ。なんか、その、鉄火巻きとか作るじゃん。鉄火巻きとかで、わざとシャリ多めで作ったり、シャリ少なめで作ったりして、ちょっと、うわ、これミスったみたいなふりして、出せへんわ、これ、みたいな顔して、そこら辺に置いとくの。それを食うっていうのはある。っていうのはある。それはあるある。いや、この高等技術やってるのはなかなかいなかったよ。これできんのは。これ結構ある。ちょっと、うわっ、間違ったって なんかその 本当に人狼みたいな感じで、うわ、間違った、これ食べれねえわ、これもうだめだ、お客さんにお届けすることできねえ、これお届けすることできねえな、まあもったいないしな、すいません店長、あ、いいっすか、あ、いいよって、で食う。でも、そのやっぱり裏に醤油なんてないから、鉄火巻き醤油なしはきついから、割と梅しそ巻きとかになる。これあるあるね。ある。前醤油なかったのか。いや、割り箸みたいに言うなよ。前醤油持参するやつやばいだろ。で、100%その持参するやつ、魚のやつだよ。一皿分じゃん。ガリ食べたい。ガリ美味しい。ネカフェないな。俺言ったぐらいだな。いや、言ったことあることぐらいだよ、本当に。何開いてるか分かるよってぐらいだな。まあ、多分これも言っちゃいけないんだろうけどな、もともと。だから、なんかその、やばいよね、その、それこそ。本当に、でも本当に男性とかは本当にみんななんか、よからぬやつとか。とか、その、すっげえ前だったから、なんかその、違法の漫画サイトとかいたな、普通に。普通にいたらよくないなって。隠しカメラあるの？なんで隠しカメラあるかどうかめちゃくちゃ聞いてるやついるの？お前、隠しカメラなかったら何するつもりなんだ、マジで。監視カメラとかあんの？いや、お前ら、マジで。頼むぜ、マジで。まっとうに来てくれよ、マジで。おい。ちゃんとしろよ。いや、まあ、その、隠し系はないっすよ。まあ、30分。30分早いっすね。話しましたね。ぼちぼち終わりましょうか。いや、でもさ、それで言ったらさ、俺のツイキャスって長い方じゃない？普通に。毎回。30分でもツイキャスって長くない？なんか、2時間とか普通に俺やるけど、2時間ってアホ長いよ、普通に考えて。ガチ。いや、もうぼちぼち終わりますよ。30分に終わろうかな、それなら。ちょうど。今何分やってんだろう。やってみましょう。よいしょ。31分か。オッケーオッケー。30分ちょうどに終わります。31。じゃあ今25分だから、27分になったら占いをやって終わろう。次 はこの後何するの？いや、俺マイク変えて、そのマイクどんな感じかなって思って、はあはあって、その、なんだろう、歌声みたいなのじゃなくて、喋り声でとりあえず確認するかって思って確認して、うわ、微妙だってなって、まあとりあえずツイキャスして録音しようか、録音続きやろうかみたいな感じ。マジ。日曜のアマングアス楽しみにしてるね。アマンガスね。アマンガスは10人で次はやることになったんですけど、来てくれます？
なんか本当に YouTube 心細いわ。なんかこの前配信した時もずっと心細かったけど、みんないてくれて本当助かったわ。めちゃくちゃ行く。でもさ、なんか予約枠っていいな。なんかその俺がみんなに絡みに行けるわ、マジで。おいおいおいみたいな幅聞かせるのいいわ。おい何してんのなんか何してんのみたいな感じで、めちゃくちゃいいわ。絶対来てほしいわ。いやでもさ、俺10人ってさ喋れねえよマジで。10人は喋れへんわマジで。マジでもう無理だ。だからさ、一人の時にめっちゃ喋ったろって。あれするか、アマンガス陰キャ視点陰キャ視点、ナルセ視点が一番うるさかったよ。あ、みんな各視点見てくれてるんだ、嬉しいな。やっぱり俺視点うるさいのかな。いやでも俺的に千田さんの方がうるさいような予感するけど、よくまあちょ見てないけど、マジで千田さんといい勝負。千田さんもうるさかった。千田と成瀬がうるさい多分あれなんだろうな、冷静に喋放送できない人たちなんだろうな。はっはっはっって、なんかあの餌もらう前の犬ぐらいのテンションなんだろうな。はい、そのまま、今日はね30分で終わるって言ったからちょっと遅れちゃってるけど、ごめんね。ちょっと待って、占いやりましょうマクに成瀬が嫌われてるの。あ、俺はマクマクさんに嫌われてるよ。いや、よくない。ダメだ。これさ、俺ダメだ。巻き込んじゃダメだ。これ、この、俺のネタ。え?みたいにみんな本気で思うから。嘘。よくないです。全然。昨日も朝までパワープロやってたんだから、マジで。二人してさ、なんかさ、パワープロのさ、入りの音楽さ、トゥトゥトゥルルルトゥ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 ルル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 っていう、なんだっけ、それを一緒に聴いた瞬間に、はあ、マジでやりたくねーって二人で言って、サクセスっていうその選手を作り上げるっていうんだけど、そこの運ゲーがめっちゃこう運要素が絡んでて、なかなか上手い選手ができないのよ、いい選手が。それで何回も何回もお互いに失敗しちゃってるから、もうあんなことやりたくないっつっても、でもやんなきゃいけない、俺たちは進むしかないっつってやってたんぐらいは仲いいよ、仲いいよ。あ、でも嫌われてるよくないわ、よくない。本当にソラルさんにしか、ソラルさんのってやると通用するようなネタをマフ君でもやり出すのよくないわ、普通にまあ一生みたいな感じで言うのよくない。はいはい、ソラルさんでギリ、ソラルさんでギリ、マフ君はダメはい、ということで、占いのコーナーをやって終わろうと思います。2位から11位まで発表しようと思います。第2位、おうし座のあなた、パートナーとの意思の疎通がスムーズって書いてます。3位乙女座のあなた、ユニークな人との出会いが期待できそう。俺かもしれないね、 LINE 送っちゃうぞ4位魚座、楽しいやりとりがエネルギーに。5位蟹座、未知の世界を恐れないで、歌詞だな、いい歌詞だわ。6位サソリ座、いつもとちょっと違う方法で。7位いて座、将来の夢に近づきそう、いいね。8位牡牛座、穏やかに過ごせそうな日、いいじゃん。9位水瓶座、伝えたいことは文章にして。10位双子座、石橋を叩いて渡りましょう。11位獅子座、文章の方が伝わりやすい日。さあ、獅子座とヤギ座が残ってます。じゃん、1位ヤギ座、希望が叶う可能性の高い日。え、いいんすか。そしてごめんなさい、12位は獅子座、友人との会話に心安らぐ日。なるほど、ヤギ座か、ヤギか、いいんすか希望を言って。今日の俺の希望か、牡牛座2回行ったぞ。え、獅子座だよ、12位。大志座言った？大志座言っ、え、大志座がない。あ、あるわ、お羊座なかった、ごめん、お羊座2位は大志座のあなた、パートナーとの意思の疎通がスムース。8位がお羊座、穏やかに過ごせそうな日。天秤座がいなかった。11位は天秤座のあなた、文章の方が伝わりやすい日。すいません、もしかして漢字読めない。え、違う、ごめん、これひらがななんだひらがなも読めなくなっちゃったよ、やったよ。
希望が叶う可能性の高い日だから、ひらがな読めるようになれますようにということで、以上ナルセでした。失礼いたします。また皆さんと会えることを楽しみにしています。お茶たくさんありがとうございました。これからもよろしくお願いします。さよなら。ナルセでした。やあやあ、こんばんは。やあやあ、皆さんこんばんは。元気に生きてるかい？みんな今日も生きてて偉いな。こんばんは、やあやあ、ナルセです。今日からコメントビューアーの方に、なんと、みんなのサムネが映るようになりました。どう？偉いか？みんなのコメントがちょっと生々しくなったね。ということで、ちょっと今だけさ、ちょっとさ、ごめん。あの8時からさ、アマングアスっていうさ、その宇宙人狼っていうのやんだけどさ、ちょっと作戦会議してもいいか。俺絶対に勝ちたいんだよ。メンバーを言うと、ちょ、上から読み上げるわ。天月くん、ルス君、シマさん、浦田さん、黒猫さん、ソラルさん、マフくん、センナさん、坂田さんなんだけどさ、これさ、俺その人見知りだからさ、どっから行けばいいのか分かんないんだけど、鬼って2人なんだよね。アマングアスさ、この前のやつ見ててくれた人いる？あれなんかさ、鬼一人だったんだけど、二人なんだよね、今回。で、結構やばくない？二人は。二人だったらさ、協力するっていう感じなの。なるほどね。俺さ、俺今回のメンバーのさ、穴を見つけてるんだけどさ、これ、ルス君穴じゃない？これ。これルス君穴じゃない？ここ。ルス君から崩していくのどう？え、でもルス君がやってたよっていうのはどうすか？あと坂田さんって。え、でもなんか聞くところによると結構坂田さん やったらしいよ、あの後。ちょ、みんなちょ教えて。その俺さ、そのそこまでさ、みんなとすごい深くさ、こう仲いいわけじゃない人もいっぱいいるからさ、あのどういう人なのかっていうのわかんないんだよ。この人いけるよって、弱いよって、どうしたらいいの？あ、そっか、ひきまるでも、あれか、その、やってたのか。人狼みたいなのやってたのか。センナさん弱いの？センナさん弱いの？あ、確かにこの前も弱かったな、センナさん。あ、いけるわ。よく喋る人は注意。天月さん強い。天月、ちょっと待って。情けないこと言うな。天月にはこびていこう。わかった。天月にはこびていくわ。確かに。ちょ、練習しよう。確かにマジで天月くんの言うことは一理ある。これな。これちょっとやっていくしかない。天月くんにはこびる。あとは？マフマフも強い。マフツキ強い。あの辺行くか。あの辺かますか。なるほど。ソラルさんはどう？ソラルさんの人狼みたいなの見たことないんだけど、どうですか？も、強い。あ、強いんだ。強いのか、あの子。ソラルさんはよく喋る。あー、これ俺いいカードもらったわ。俺ずるいことしてるような気がして申し訳ねえな。なんかあれだな。なんかソラルさんよく喋りますねっていうことで、一個俺は穴を見つけることができるかもしれない。なるほどね。ちょっとさ、こう、この中でさ、全くの初めましてなのがさ、シマさんなんだけど、シマさんってどうなんですか？シマさん上手？シマさんも強そう。シマさんも弱い方。シマさんはなすりつけやすい。普通。え、逆にさ、その俺のさ、前のさ、YouTube の放送見てくれた人いる？あれ、どう？俺強い方？俺弱い方？変態ってなんだよ。やめる。どうだった？俺はどうだった？弱い。弱え？俺、めちゃめちゃ強い動きなんだけど。ちょ、いろいろね、あのね、あの後ね、見たんだよ。放送を。放送なり、その説明なり。あれね、あそこにも入れるのね。あの、なんだっけ。ハッチだっけ、ダクトだっけの中に入って移動もできるんだよ、鬼は。あべえ、緊張する。8時、あ、そう、ダクトやばいわ。そう、俺ね、自分の放送見返したんだけど、自分が鬼の時にあのめっちゃ喋るんだよね。いやでもここは一人で行くべきじゃないんじゃないですか。あ、でもこれどうしたらいいんだろうな、みたいな。漏れちゃうんだよな。喋りすぎ気をつけてください。わかりました。
サラルさんと同じ。え、ちょ、傾向教えて、逆に喋りすぎる人。俺さ、これダメだ、メタっぽいけどさ、坂田さん全然喋らなかったんだよな、親の時。うん、いや俺はちゃうでみたいな感じしか言わなかったじゃん。お、俺はちゃうでみたいな。そう、俺はよく喋る、坂田さんは黙る、千田さんは違う違う、浦ちゃんや違うってずっと言う。違う、俺ちゃう、浦ちゃんや信じてたのにってずっと言う。なるほどなるほど。天月くんもよく喋る。天月くんはめっちゃなすりつけてくるよ。めっちゃなすりつけてくるの。俺ちょっと嫌なんだけど、なんでなすりつけてくんねん、ほんまに。てか言うなよマジで。俺がここでなんかそのみんなから先行して情報を得ているみたいなこと言わないでくれよマジで。え、なに、天月くんアマンガスもプレデターなの？え、本当ですか？あ、天月くんアマンガスもプレデターってマジ？は？マジ？キルリーダー、マジかよ。キルムーブしてくるんだ。俺ま、ちょっと俺今日さ、喉壊れそうなんだけど、めっちゃやりそう普通に。でも俺はその、なんだろう、もうすでに、俺もすでにマフ君は黒目で見とく、ずっと。俺前さ、そのさ、信じたのマフ君のことを。なんだけど裏切られたから、俺もう本当にガチで許さんへん、マジで。常に天月さんには媚び売った方がいい。天月さんには媚び売った方がいい。あれなんだよ。媚び売るわ。いやめっちゃかっこいいっすねって。最近天月さん動くようになったっすけど、かっこいいっすねって。めっちゃいい、かわいいわって言っていこう。ちょっと本当にあれ出すわ。かわいいらしい後輩みたいな感じで俺、ここマジで、いやでも違うよ、みんなルス君だよ、穴は。ルス君から崩していくべき、本当に。てか俺鬼の時の想定しかしてないからな。生存者の時どうしたらいいかとか全く分かってない。4人以上でいると安心。あ、生存者の時は4人ぐらいなんだ。でも固まればいいの、みんなギュッて。軽く見たことある人いたら教えてほしいわ。団体行動、信頼、待って、信頼できる人を決めよう。それゲームごとに違うけど、基本的に信頼できる人って誰だ、このメンバーで。いないな、みんな嘘つきだな。浦田さん、いや浦田さん俺やられたから普通に。浦田さんって、浦田さん一緒に助けやってくれるんですかって言ったら、千羅さん。あ、でも千羅さんあるかもしんないな。千羅さんだって殺すの下手でしょ、つまり大丈夫でしょ。え、いけるべ千羅さん。千羅さんと同盟組もう。なるほどね、はいはいはい。千羅さん、坂田さん、いやでも俺マジで、シマさんは、シマさんっていける、シマさんって信じれる、信じていい。今来た、こんばんは。いや俺もすぐ終わるよ。あのね、実はね、7時半から集まって軽くこうみんなの設定とかを合わせようっていうのをやってるから、もうすぐ終わっちゃう。いやけどさ、もういても立ってもいられなくなってさ、もう俺もう、いやみんなにヒントもらわないと俺絶対今日俺ボコボコにされちゃうよって思ってさ、細取っちゃったんだよね。ツイートもしないで、もうやばい、もうツイートしたらみんなにバレるから、ツイキャスってなかなか見ないから、ちょっとそのね、今日出る人たちにバレないようにここでこそってバレ、もうやばいって思って。基本的にみんなの情報を得たのは、天月はこびていけ、志麻さんは普通、ルス君は穴である、でソラルさんは鬼の時ほどよく喋る、坂田さんは黙る、千田は弱いみたいな感じなんだけど、俺みんなから得た情報これ合ってる？千田は弱いみたいな感じだったんだけど、合ってる？オッケー、し、行くわ。ちょっと俺メモ取るね、ちょっと待って、メモ取ったら放送終わるわ。ちょっと待って、付箋を立ち上げるわ。ちょっと待って、ね、ルスから崩す。浦田さん普通、ソラル鬼の時ほど、よく喋る、マフマフ無千羅弱い、天月こびていけ、島さんなすりつけろ、黒猫、あ、黒猫さんはどうなの、黒猫さん、黒猫さん、黒ちゃんはどう、坂田さん鬼の時黙る、強い、可愛いとか、なんだお前ら。
趣旨分かってねえだろ。可愛いじゃねえよ。強い。面白くて可愛い。じゃあ面白くて可愛いって書いておくわ。面白くて可愛い。なんだこいつらマジで。はい、じゃあみんな集まってるっぽいから俺行ってくるわ。で、ツイートもしたけど、あの予約枠あの8時から取ってるから45分ぐらいから俺も参加するわ、チャットに。そこのなんで待っといてください。今日はみんな楽しみましょう。じゃあそんな感じで、ごめんね短いけど、ありがとうございました。お疲れ様でした。ごめんね、いい情報ありがとう。頑張るわ今日、生かすわ。じゃあな、あ、全員ぶっ殺してやっからなマジで。あ、違う、俺これ良くないか。全員叩いてやるからなマジで。じゃあさよなら。